るのもまくこれをこうやるのもなんか犬的その動物だ動物たちが動物たちを食べる、そうそう、反乱しそうになってきた時にそう落ち着かせるために落ち着かせるためにじゃあ今日の座談会また始めたいと思います。じゃあ今日もあの早速ハガキいきましょうか。お願いします。あ、すいません、ちょっと、はい、今回ちょっと異例なんですけど、はい、ちょっと僕が相談がありまして。お、あら、まあ斬新、新しいから、じゃあ今日ちょっと話で、は？歯じゃねえって歯じゃねえってのはちょっと遊びとか、はい、いろいろこう使ってしまって借金を、あ、借金をね、こう作ってしまって、はい、まあ、それがもうどうしても減らないんですよ。なるほど。どうすればこう着実にこう減らしていけるかなっていう。その借金っていうのはあれですか、こう、あ、遊びとかこう、まあ、遊びとかネズミ講とか結局ネズミ講でしょ。あげろ引っかかっちゃってみたいなネズミ講で借金したんですね。そうですね、まあこういろいろネズミ講やって、うん、次の週ぐらいにあの頭飛んじゃって頭がネズミの親分がネズミの親分がチュ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 どっか行っちゃってっていうかテレビつけたら映ってたんですよ。なるほど。ネズミの親分マジでと思ってそれおいくら万円あの借金なされたんですか。あ、でもその時は30万ぐらいです。でそれでまあこうなんとか減らせないかなっていうところでなんか相談、もう例えばまあほとんど動物ですけどいやまあなそれはね、まあ、確かにネズミに騙されネズミに騙されそれで動物に相談受けてサボされてないよどうですか、ね、お二人いい情報あるよっつってもう競馬ね誘ってで俺走るからっつって競馬詐欺じゃんそれそうですね。でもこう一発当てるっていうのも確かに、ええ、でしょですね。あ、ダメだ、ハマりそうだギャンブルで要は一発逆転っていうそういう作戦ってことね。そう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 、あ、そう、まあそれが一つは可能性はあります。まああるね。それいいっすね、うん、それちゃんとそうそうそう、それがいいと思いますよ。乗っかって。お前はラオウか。あげろ。なんでそんなに偉そうなんだよ。このペースしてるけどね。でラオウは？ラオウはですね、うん、コツコツと返していくのがいいと思いますけども。うん、あ、ラオウらしからぬ発言です。バイトをね。やっぱ7つぐらいした方がいいと思います。7つ体持ちますから。それもしかしてラオウからの7つの傷の7つそこから来てる。いや全くその通りあれバイトでついたことない。バイト1つつき契約1つ自分でそうなんでも最後何こうザーって4ついくじゃん。ブザーって4ついきますよね。じゃあ4つ一気にバイト先行くのあれは全部カラオケです。カラオケ何に一番使うかだよね。うん、そうだね。カットする場所をね決めないとね、うん、何に一番使ってるの。ネズミ講ですまだやってんのまずそれやめろよお前。下げろネズミ講やめろっつうの。下げろやってないんだネズミ講まだやってんだそれダメだよ話にならないねっていうかさ、ネズミ講やれば、あ、逆に自分がネズミ講のボスになればいいじゃん。あ、なるほど。そうしたら稼げるよ。そうだね。そうだ、その考えなかった、うん、リノキスとかもすげえ。いや、そうね、いいじゃん。それいいんじゃない。まあ、その代わり1週間後ぐらいにテレビに出ちゃうかもしれないまあでも最悪テレビに出たかったらそれやってみますか。あの、芸人として売れるために一石二鳥で。そうですね、売名行為。そうだね。そうだ、ネズミのボスになった。そうそうそう。ネズミの気持ちをちょっと今イメージしてみて。ネズミになってみて。ネズミ
や、まだネズミになりきれてない。もっとネズミをイメージして。ネズミをイメージ確かに、あ、ネズミっぽい、ネズミっぽくなってきた、うん、ネズミこれこれ27万ペイドカット1個買えば君がオーナーだから。リアルか